ントリーナンバー21番新為真奈30歳レストランソルトバイブークマンガンで料理人をしています。料理名はフィッシュゼリーです。私は二次審査テーマのふるさとに生まれ故郷の北海道を選びました。食材には道民馴染み深いマカセバを選びました。母や祖母がよく煮つけてくれ、2日目の煮こごりは私の大好物でもあります。その味をレストランで表現するためお客様の目の前でプレゼンテーションを行います。カスベの身の厚い部分はクールブイヨンで塗種し、身の薄い部分は利尻昆布とともに出汁を取ります。お米は炊いてピューレにし、円柱状の中色に焼きます。器にカスベ、ハーブ、ドライアイスを盛り、客席でパールアガーを溶かした温かいカスベのコンソメをかけ、瞬間で煮こごりにします。私がふるさとに選んだ北海道は、周りが海や山に囲まれているので豊富な海産物に恵まれています。夏は短く冬は長いので野菜は甘く、煮物は特に美味しいです。地方によって味や調理法も様々で、まるでヨーロッパを旅しているかのように感じます。また大自然とレストランが共存できるとても貴重な場所だと思います。料理人としてふるさとの食材の付加価値を高め、大切な食文化を伝えていく必要があると思いました。